はい、皆さんこんにちは。今日の機械人第7回目です。今回はオリンピックメダリストです。元シンクロナイズドスイミング日本代表の武田美穂さんです。こちらですね、1996年アトランタオリンピックで銅メダル、次のシドニーオリンピックでは銀メダル、でさらに3度目の2004年アテネオリンピックでは銀メダルと3回出場されて、メダルをそれぞれ獲得されました、超アスリートの方です。で武田美穂さんは昭和51年9月13日生まれで、出身地が京都府京都市ということで、これらの情報をもとに確認いたしました。平成元年11月15日の官報に載っておりました。でこちらの拡大、あ、すいません、あのこちらの、電子版で、電子版も紙で出された官報と同じ内容が載っております。で、あの見やすいのでちょっとこちらにしました。で京都市左京区ということで、こちらのご家族で帰化された、方になりまして、その中の一人に、金美穂さん、通名が金本美穂さんという方がおりました。昭和51年9月13日生まれです。で武田美穂さんの生年月日が昭和51年9月13日ということ で生年月日が一致していて、で武田美穂さんですね、美穂さんの美穂がこちらの、金本美穂さん、まあ、金美穂さんの美穂と一致していて、で生年月日が一致しております。でさらに、京都市左京区ということで、こちらもあの京都府京都市、まあ、京都市ということで一致しまして、出身地も一致しておりますので、武田美穂さんがこちらの金本美穂さんで、金美穂さんであることが、まあ、あの可能性が極めて高い、ところが分かりました。で、あの、まあ、インターネットをたくさん調べますと、他にも情報が出てまいりまして、で、こちらの方ですね。3人兄弟の末っ子で、1人だけ女の子を、まあ、女性の方だということで、まあ、この情報はあの、たくさん出てきました。で、そちらも、まあ、考慮いたしまして、でご家族で聞かされた、3人兄弟ですね、ご両親と、金本光弘さん、義弘さんっていうお兄さんが2人いて、で、金本美穂さんっていう女性が1人おりまして、で、あの2人のお兄さんがいて、1人だけ、まあ、女の子だったということで、そちらの情報も一致しましたので、こちらが金本美穂さん、まあ、民族名が金美穂さんが、武田美穂さんのことであることが分かりました。で、まあ、ご家族で帰化されておりますので、まあ、完全な帰化人の方 でお兄さんは同じ誕生日なので、あの双子であると思われます。で金本美穂さん、が、まあ、金本美穂さんでもありまして、武田美穂さんでもあると、通名はいくつも持てますの でこちら確認できました。で、あの、元オリンピックメダリストでもありまして、で、あの、旦那様が、まあ、三重県知事の方ということで、こちらも大物の方です。で、あの、旦那様のご縁からか、第2次安倍内閣で教育再生実行会議有識者委員に就任されましたの、政治活動の方もされて おられるようです。でその後2006年、あ、その後と言いますか、あの、ミュージカルにも出演されたりとか、あとはテレビにたくさん出ておられますようです。俳優として、またコメンテーターとして、たくさんテレビで活動されております芸能人でもあります。まあ、芸能人や有名人が、在日や機械人の方々ばかりであるという、まあ、私の仮説に、まあ、合致する方でありました。で今回は武田美穂さんについて確認いたしました。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。